はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっと後ろでね、ちょっとこのレアチケットとプラチナチケットとかふわふわ浮いてますけど、今回なんですけど、タムネじゃないわ、サムネとか、タイトル見てもらえばわかると思うんですけど、ついに伝説レアがまず1体目登場いたします。はい、その伝説レアはまずですね、先に言っておきます。こちら今のところスポーンエッグのみとなっていますけど、近々、本当に、かなり近々ってなんか言い方あれだけど、おそらくガチャとして追加されると思います。あったこちら牛若丸ですね。まあ伝説レアの、牛若丸になります。で、これ今のところ牛若丸の進化前だけなんですけど、なんと進化後も今作ってもらっております。本当にクジラさんありがとうございます。ちょっと僕見るの初めてなので一緒に皆さん見ましょう。強さとかもどうなんだろう、まあ、進化前、いやでも伝説レアだからな。一応このニャンコ大戦争って伝説レア、あ、じゃあ強いんだねっていうわけでは実はないんですよ。まあもちろん強いには強いんだけど、その本当にもうどのそのステージにも使えるっていうより、むしろ伝説レアはなんかピンポイントみたいなイメージなんですよね。うん、まあ、だから強いかどうかはちょっとわからない、正直言うと。だからそれは強いって言ったら、それはニャンマとかさ、アフロディーテとか、まあガオ、まあガオ、まあ限定キャラちょっと抜きとして、まあそこら辺とかになってくると思うから、まあ、とりあえず見ましょう。いきます。 3、2、1、 はい。え、すごい。え、待って、ちゃんとこれなんて言うんだっけ、これあの上に羽織るやつなんだっけ。うわー、すげえ。すげえ。うわ、待って、これすごくない？なんだっけこれ、ベールじゃなくてなんかあるよね、これなんかよくあの日本昔話でよくあの名前聞くけど、これ、うおー、かわいい牛若丸だ。さあ、そして体力は、体力は、え、待って、強っ、168。え、体力はあるな、進化前だけど。え、じゃあちょっと待って、じゃあメタルカバちゃん、いつものようにこれで大体わかる。いきます。はい、一発強い、進化前なのに。まあでもメタルカバちゃんに対して5分の1/4ぐらいか減ってるってことは、まあめちゃんこ強いっていうわけではない、やっぱり進化前だから。もちろんそれは進化前だもんね。猫缶も上げてないからさ、これで猫缶上げて進化して弁慶だよね、牛若丸の進化後ってとかになったらもう主戦力でしょ。でも一応クジラさんにもお願いしてあるんですけど、伝説レアということでもう入手率はとんでもなく低いです。もう伝説レアなんてさ、にゃんこ大戦争において本当に、なんだろう、もう本当に伝説だもんね、にゃんこ大戦争の伝説レアって。だからまあちょっと簡単にはゲットできないと思うんですけど、まあ、ゲットできたらとんでもない強さですよっていうキャラクターの牛若丸が追加されました。なので多分次からかな、次回以降はガチャで、牛若丸が出ると思いますので、出るというか出る確率があると思いますので、またレアチケとかちょっとプラチナチケット、集めて牛若丸狙っていこうかなと。次回もしかしたら進化後の紹介になるかもしれないです。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりません。じゃあサバイバルへどうぞ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回はちゃんと、まあ、にゃんこ村というか、ここどうしようかな、まあ、にゃんこ村かっこ闘技場の村かな、それをちょっと作っていきたいなと思います。あとやっぱり今後、まあ、ボスが実はですね、まあ、今レッドサイクロン、ホワイトサイクロンと出てきてると思うんですけど、次なんですけど、次のボスなんですけど、まだ言えないんですけど、全く新しい、そのモデリングしてくださった方が作ってくださった、おそらく、ボスになるんですよ。で多分かなり強いので、そのためにもやっぱりまあ強さはどうでもいいんですけど、まあ、ボス出現させるにはシンボルが必要なんですよね。でそのシンボルにはおそらくダイヤブロックが必要になってくると思うんですよ。ひまわりとか別のこのレッドストーンとかネザークォーツではないものにもなると思うんですけど、このダイヤモンド自体もこれダイヤモンドブロックを集めておかないとシンボル作りたい時に作れないので、まあ、ダイヤモンド集めも
同時にちょっとしていこうかなと思います。だから今日はにゃんこ村、そして、ダイヤモンド探し、そちらを主にちょっとしていけたらなと思います。だから向こうあの辺りかな、基本的に闘技場でもな、ネザー、そうか、なんかネザーの場所もちょっと変えようかな。今ここにつくようになってると思うんですけど、あそこのにゃんこ村、ちょっと離れたにゃんこ村にネザーでその行けるようにしよう。で、まあ闘技場には基本的に、ここには基本的にさ、あの新しいボスが登場とかさ、そういう時にしか、とかあとプラチナチケットがどうしても欲しいみたいな、あの今回でいうあの牛若丸、あの伝説レアが出たということで、このプラチナチケットが結構必要になってくると思うんですよ。だからそのプラチナチケット集めるために、そのなんだろう、ボスをいっぱい倒すみたいな。でもその代わり、それにしてもどうしてもダイヤモンド9個は絶対いるから、そうだね、ちょっといろいろ、だからにゃんこ村向こうの闘技場のところでまあ作った方がいいよね。なので、あれ、トラック、トラック、トラッコースタッフ、トラッコー、トラッコー作ってない、プラップー、あ、びっくりした、びっくりするからやめて、本当にやめてください。あとあれか、ネザライトのツルハシとかもさ、そろそろちょっと耐久値怖いよね。古代の残骸ちゃちゃっと3つ取ってくるか、そんな簡単取れるか。ちょ、こっち、いやでもなんかこっち、こっちってなんかちょっとやるか。あぶねー、あぶねー、終わったと思った今、あぶねー、あ、あった、いや、もう、これちょっとノーカットにしよういやでもさすがにちょっとノーカットには長すぎるか、いやいや、これはノーカットでお見せしましょう。なんだこの奇跡、やばすぎん、やばすぎー、ちょっと待って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 、今ダイヤモンド捨ててないよね、オッケー、やった、え、3つ、ワン、ツー、スリー、きた、やった、3つです、もう帰る、もう帰る、帰る、もういいです、よしよし。で、チェストに1個あるんですよ、チェストに1個あるから、もうこれでネザライトツラシ復活できるぞ、耐久値、よし、マジかよ、あったあった、これこれこれ、ああ、あれ、こうだね、オッケー、ネザライトインゴット、これをダイヤモンドツラシに入れてやった方がいいのかな、ちょっと見てみるか、ネザライトツラシにインゴ、あーそうだよね、回復量少ないよね、だったら持ってるダイヤモンドのツルハシをネザライト、ちょうど何もついてないから、これにネザライトインゴ、そしてネザライトのツルハシを作って、これで耐久値マックスにした方が絶対いいんじゃないかな、いきます、はいはい、オッケー、いいよね、大丈夫だね、効率強化さんの耐久値さんの耐、これどうしよう、ちょっともうちょっと置いとくか、323あるから、これちょっとだいぶなくなってきたらこれと合体させよう、では採掘場に来ましたということで、じゃあ今からこっから、まあ倍速はかけますけど一気にやっていきます、頼むから早めに見つかってくれ、頼むぞ、よし、ということで、無事ダイヤモンド34個ですね、ゲットしました、合計35個かな、であと下にも2個ぐらいあったから、まあ37個だけど、まあまあまあ一応どうだろう、3ブロック、まあ約4ブロックぐらい、一応ダイヤモンドブロックができる、あ、違うか、あー4ブロックいけるね、4ブロック、ダイヤモンド作れるようになりましたと、
これはかなり大きいね。でこれで新しいボスが出てきたり、プラチナチケットが欲しいときはこのダイヤモンドブロック作って、でシンボル作ってボスを倒せばまあいけると。でそろそろちょネザライトまだ耐久あるんだけど、147ちょっと怖いから、なんか見忘れて壊しちゃうのが一番怖いので、もうネザライトつるだし復旧させます。よーし、これで完璧です。で一応入れとこう、これは。で幸運つるだしはもう絶対入れとく。よし、じゃあ今からこれですね、丸石のあの塀でいいのかな、これだよね多分。これをちょっと使ってみようかなと思います。コメント欄の方でね、なんかこういう感じにした方がいいんじゃないかということで、これで囲みましょう。ここにもチェスト置いときましょう。これでトロッコ、よし、オッケー。よし、ということで、じゃあ今からこの丸石というか、なんて言えばいいんだろう、これをちょっと敷いていきたいんだけど、一応闘技場があれ、どっちだ、あそこか、闘技場ここなので、まあこの辺りをもう囲う感じでいいかな。こうして、でこうやってやっていくと、とりあえずこんな感じの広さに、あーもうちょっと横広げようか、さすがにこれ縦長すぎるので、ちょっともう少し向こう側に広げます。で一応まあ入り口を何箇所か作って、まああのもちろん扉も作って、まあにゃんこ村っていう形にしていこうかなと思います。まあここはあくまで村っていうよりか戦闘するための場所だと思ってるから、まあ建築物を作るっていうよりかはたくさんのにゃんこを置いておくっていうところにしようかなと思います。まあでも一応ね、その広げて、もうちょっと広げよう。ここら辺かな、どんぐらいかな、ここら辺かな、こんぐらいまで、こんなもん広げときましょう。はい、ということで、次回までにこれちょっとやっておきますね。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。